パ、はい、どうもパティモサ協会でございます。というわけで本日はタケノコご飯とズババーン、ズババーン、はい、まるちゃんズバーンでございます。醤油、濃厚醤油、はい、ピントバカですよね、多分ね。はい、こんなんとこんな感じ。もやしとネギだけです。はい、シンプルイズベスト。これ多分妹が作ったやつ。うん、妹がおってタケノコご飯あるよっていうことで戻ってきました。鶏ハムと、はい、戻ってきたんで乗っけてきました。今夜は晩酌のあては鶏ハムと煮卵かな、味玉みたいなやつですね。というわけでいただきます。今夜の晩酌はもう決まったわ。よかった。うん、グピー、やっぱうまいね、このズバーン。味噌の方がうまいっていう人も多いみたいだけど、味噌ラーメンがそこまで好きじゃないから、そこんとはどう思うかわからんな。また濃厚豚骨醤油、豚骨醤油でもあるんでしょ。うん、うん、目はうまいね。タケノコご飯もっと持ってこう思ったけど、そんなにも量がなかったんで控えめにしときました。うまいですね。紅生姜のっけといてよかったな。うん、おいしい。うん、このタケノコご飯おかんやん、おかんちゃうかな。おかんのね、料理はね、波がありすぎるんで、このベチャっと感ちょっとベタっとしてるんで、おかんかもしれんな。うん、皆さん食べました、ズババーン。これほんとおすすめですよ。俺は醤油がおすすめかな、万人受けっていう意味では。うん、醤油ラーメン嫌いな人いないっしょ。いるんかな、醤油ラーメン嫌いでもラーメン嫌いないと思うけどな。ただ札幌一番の醤油ラーメンは、麺に味がついてんのと、ちょっと麺がやわすぎる感じがするんで、あんま好きじゃないんですよ。札幌一番はやっぱ味噌と塩やろな。まあ、醤油好きの方いらっしゃいました、申し訳ないけど、麺に結構味がついてるんで、あのチキンラーメン系のやつでしょうね、あれがちょっと苦手かなと。うん、しめじ入ってる。しめじなんか今まで入ってたことあったっけな。気づいてなかっただけ入ってたよな。いつもと違うのに言うと、かまぼこが入ってないね。もしくはちくわ。うん、あとね、サバ節とか入ってる時あるんですよ、うちの場合。タケノコもらったし、やったぐらいの感じかな。材料なかったけど、この感じは。
でもまあ旬のものが増えるのありがたいね、うん、うまいです。こういうタケノコご飯とかチラシ寿司とかね、結構家独自の進化してるとこ多いよな。ねえな、これほんとこのラーメンすごいわ。まあ、3袋しか入ってないからちょっと贅沢品ですけどね。うん、今日の朝でキャンプ動画の2回目のやつを編集してたんですけど、まあ、見てくださった方ありがとうございます。割に再生伸びてましてありがて、うん、でね、このズバンを食うてる動画こっちのメインチャンネルにも上げたじゃないですか。でこのなんていうのスープ入れてこの具を盛り付けてと映ってなかったと思うんやけど、その映像あったわ。うん、その映像ね撮ってた、ちゃんと動画にはしてなかったけど、まあその映像はもうね、チャンプ動画の方でね入れとこうかなと思ってます。なんで気づいてなかったの。まあ、もうすぐ1時。朝から頑張って働いてます。明日も、明後日も忙しそう。日曜日はちょっとゆっくりしてかな。もうゴールデンウィークやもんな。というわけでパテモソ協会、本日はタケノコご飯とまるちゃんのズババーンズバーン濃厚醤油ラーメンでございました。ごちそうさまでした。おいしゅうございました。ほな。